もしもし、はじめまして。もしもし、はじめまして。和道です。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。はい、コテハン伺ってもよろしいですか？コテハンを伺ってもよろしいですか？コテハンって？あ、コテハンでね、ふわっちの名前、匿名が良かったら匿名でって言ってもらえれば。あゆ0825です。あ、あゆ0825さん、はい。今日電話ありがとうございます。はい。あゆこさちん、らこそ取り上げてください。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。リスナーさんですか？配信者さんですか？リスナーです。あ、リスナーなんですね。もうリスナー歴ははい。どれくらいですか？まだ1ヶ月ぐらいです。ふわっちが初めてリスナーやり初始めめ。てです。はい。おお、好きな生主と嫌いな生主を言ってください。好きな人とよくで見するか？好きな、配よ信く者。見てるのは和田さんとあか。りがとうございます。はい、嫌いな人は？嫌いな人は、ヒカルさんです。3倍目ヒカルさん。そうっすね。お前殺すとこの野郎、ああいう。ふざけんなよ、本当に。はい。ヒカル君がいる。はい。ありちょっがととうございます。苦手です。はい。今日はどんなお悩みを、浅井さんに聞いてみようと思いますか。てか、ちょっとファッチはで、い。タロットやってる人結構いるじゃないですか。タロット占い。はいはいはい。で、なんかちょっとこの間1回見てもらったんですよ。うん。そしたらなんか今年はすごいついてなくて、もう最悪ですって言われたんですよ。はいはいはいで、それからなんかもうそれを信用しきっちゃって、それからなんか気分がすごい優れなくて。なるほど。で、うち私シングルマザーで子供3人いるんですけど、受験生を抱えてるんですね。で、あ、受ご験め生ん抱ね、えて、本域の悩みじゃなくて、タイトルみたいなものを、浅井さんにバトンタッチするんで、今日悩み、何を聞けばいいですかっていうのを、一言で言うとどんな感じですか？はい。の私の今年の運運勢。勢じゃないけど、今年はもうどうなのかなっていう、のを知りたいと。うち、はい、なんか、わかりました。ではですね、今から浅井さんに変わりますので、浅井さんに、あゆちゃんの今年の運勢を、聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、浅井さんお願いします。あゆちゃん。で、今年の運勢が気になると。これ、これ頭じにゃつけないと聞こえない。頭につ耳けにつない。けるの、耳に。で、マイクはここね。これあなたが聞いてた違らう違私が入れた方う違う、がわ声かる。聞こえないでしょ。あゆちゃんの悩み相談をす今聞る。こえてたから大じ丈ゃ夫。じゃ聞こえてたからじゃなくて、あゆちゃんの声をこれで聞くの。電話だから。これをつけないと話になんないの。はい、どうぞ。もしもし。もしもし、お願いします。やっぱ声が大きすぎてあれだ。エネルギーが取れない。エネルギーが取れないじゃなくて、浅井さんがこの枠をやろうっつったんだから、いいよじゃいいなくよ。て。それ聞いてて、私が答わえかっるから大た。丈夫だ。すいません、質問お願いします。お願いしまもす。しもし。子供さんが、元気に育つように、と、アドバイスしますけれども、占いを通じて言ったらいいでしょうか。あと何か、ちょっと思いつくもの何でもおっしゃっていただければ。受験をするのに、ちゃんと高校受験がうまくいくかどうかを、まあ、うまくいくかどうかって言ったらあれそなんですの、けど、今通ってるその学校は、はい、まだ中学生です。最悪の学校なんで、その、最悪の学校なんで、その先生を褒める。ちょっと待ってください。最悪の学校なんで、反対は先生をけなすんだ。先生をけなして、そしてちょっと待って。その学校で、他の人に、他の、父兄とかに分かるように、その先生をけなして、そして、それから、子供と一緒にさあ、受験と頑張りましょうって言って、それを始めると。で、これが、最大の、その受験に、パスする、その、その志望校に、
その志望校はあのこのお母さんと子どもさんにとって非常に良いその学校で、はい、ぜひ、はい、あのそちらの方に進んでいただきたいと私は思いますが、あの、はい、その先生があの、はい、子供さんにあの、はい、重圧をそあとかなりかけたので、そして受かってもらうと困るというその状況に今あります。はい、あの、はい、で、あとその、重圧って重力のようなものをとか、はい、非常にかけているその子供、あの子供さんにかけたので、でそれが、はい、あの受かってしまうと、はい、先生の人生があのと子供をあの自殺に追い込むまでその、追い詰めたの で, あのでそれで、はい、あの子供さんがあの学校に受かってしまうと先生の人生がなくなってしまう。でそれで、ですから、この場合は、はい、あの先生をご存知 の, あの父兄 2,3 人に先生をけなし て, してそしてバカだと思われたところに、はい、その受験をさせると、はい、その、はい、受かった時その先生の命も無事でみんなも無事 と,、こういうことになりますので、はい、はい、志望校が、その書類が作られて、で志望校のその絵の書類が、はい、その志望校に届く前に、はい、そのけなし始めると、でそういうことで、はい、あとはその、そのお母さん の, あの、志望校にあの入ってほしいというその、思いは必ず通じてあの入ると思いますが、はい、大丈夫ですよ。大丈夫です、浅井さん。ゆっくりで大丈夫なんで。で、ちなみに浅井さんが止まったときはコメント欄に浅井フリーズと書いてください。子供さん、これ浅井フリーズと呼ばれる現象なので、止まったときは皆さんで一斉に浅井フリーズと書いてください。子供さんの友達が、子供さん の, その受験について邪魔するかもしれませんが、はい、お母さんがこの計画について黙っていれば、はい、その友達の意地悪の実行力は出ませんので、それで、はい、無事に受験勉強そして受験といけると思います。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、浅井さん、本当に、はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。あの浅井先生のありがたいお言葉を聞いて、なんか生々しかったです。そう、意外とね。でもね、うん、なんかちょっとなんか、うん、ちょっと、うんうんうん、その友達が邪魔するとかなんかちょっと、うん、今そういうのが出てきてる部分があるんですよ。でしょ、だからなんかちょっと当たってるような。そう、あのね、浅井さんのすごいところって客観的に聞くと何言ってるか分かんないからみんな笑うんですけど、はい、実は昨日の相談、僕悩み相談した時、浅井さんがね、はい、のんちゃんをどうにかしなさいって言われたんですよ。急に何の脈絡もなく、はい、下の子の体についても問題。話を、もう終わっ、ね、段取りがあるから、浅井さん、段取りがあるから、うん、ちょっと待っててね。で、何のことか分かんなくて、はい、また突拍子もないこと言ってるって言ったけど、はい、昨日のんちゃん僕会ったんですよ、夜中配信外で、はい、もう激減らってたんですよ。
ていうように、本人にしか気づかないことが結構あるんですよ、この予言の中には。ちなみに何かありました、その今お話聞いてこうピンとくるものっていうのは。下の子が、下の子が、はい、下の子の体の調子があまり良くない。ちょっとだけ。どの辺が良くないんですか。いや、だからそれも何かおっしゃっていただければそれで直しますけど。下の子は何かお体悪いところは。いや、そういうことじゃないんでね。下の子、具合は悪くはないと思うんです。悪くはない。悪くはないんですけれども、何か気になることをおっしゃっていただければ。ちょっと真ん中の子が、真ん中の子、はい、精神的に情緒不安定です。聞こえました、浅井さん。聞こえた。バカ、ありがとうございます。お父さんが精神不安定と断定してますけど、それはいい加減なことです。お父様が真ん中の息子さんのことを精神的に病気を持ってるって言ってるけど、それは嘘だということですか。嘘じゃなくて、でたらめ。でたらめと、でたらめと、お父さん、旦那さんですかね。うち私シングルマザーなんで。シングルマザーです。はい、ちょっと待ってください。はい、お父さんというのは誰ですか。お父さん、もしかして一緒に暮らしてる人がいます。それで今浅いフリーズ、その子のお父さんが、はい、その子を精神不安定とさせてると言ってるけれども、でもそれは、うん、出たダメで間違いです。はい、ありがとうございます。ということで、何か浅井さんにもう今アドバイスをこういただいたんですけど、何か思い当たるところとか感想とかあったら、ぜひ最後に一言お願いします、あゆさん。いや、まあその嘘ですっていうのは、多分旦那自身、その別れた旦那自身が、自分が精神不安定にさせたからだと思います。その真ん中の息子さんを。はい、ママパパっ子だったんですよ、すごい。真ん中の、それで離婚をしたんです、はいはい、したんですよ、はい、それでちょっと今一緒に暮らしてる人と昨日すごい大喧嘩をして、パパと一緒に暮らしたいって昨日言ったんですよ。当たってたんだ。じゃあこの尻滅裂に聞こえる会話が、実はもうピンポイントで当たってたんだ。当たってます、今の。怖い。怖いでしょ。わかるでしょ。実際話すと、浅井さんすごいよって。すごいです。浅井さんね、今、お父さんと別れたんだって、真ん中の息子さんは。で、新しい娘です。あ、娘さんね。いや、もう終了したよ。もう終了だそうです。はい、すいません。はい、頑張って、はい、塾の先生とか学校の先生を、受験の票が届いたら、はい、いっぱいけなしてください。はい、ありがとうございました。違うの？どういうことだったっけ？そういう話じゃなかったっけ？いや、伝わってるから大丈夫だ。伝わってる？本人には、本人には伝わってますか？はい、大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません。はい、また悩みがね、伝えてください。はい、また悩みが出たら、ぜひよろしくお願いします。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。はい、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。